皆さんこんにちは。実はね、今日ある初体験をしました。で、その初体験とはあるアプリを使ってお買い物するっていうことなんですね。で、このアプリのことはイタリアの在住者さんからコメントで教えていただいたものなんですけど、私もとても興味が湧いたので早速使ってみることにしたんです。そのアプリの名前は Too Good To Go というもので、レストランとかお店で売れ残り余ったものを経営者側の方でひとまとめにして、ずいぶん安く提供するっていうシステムなんですね。なので、そのアプリを開くと自分の近辺のお店とかレストランでそういうことをやっているリストが出てきて、その中から選んで予約をしてお金を事前に支払って取りに行くっていうものなんですね。で、スーパーとか例えばイタリアだったらピッツェリアだとかお菓子屋さんだとか、あと果物八百屋さんなんかでそういうのをやっているところが多いようです。うちの近辺にもね、いくつかお店あったので、今回は八百屋さんのものを予約注文して今取りに行ってきたところです。で、とっても気に入りましたので、早速皆さんと共有したいなと思いました。ちなみにアプリはこんな感じ、 Too Good To Go というもので、これをダウンロードしてアプリを開くとこんな感じでお店のリストがあって、それでこれ気になるのをクリックして、予約するって感じですね。イタリアの場合はスーパーとかピッツェリア、八百屋さんとか、あとお菓子屋さんなんかがそういうことをやっているようです。で、このアプリはなんかデンマークで開発されたらしいんですね。ヨーロッパの各都市では結構普及しているようなんですね。なんですけど、日本とかアメリカとかそういうところでも普及しているかどうかはちょっと分かりませんでした。なんですけど、ヨーロッパ在住の方はもし興味が湧いてきたらぜひ一度試してみてください。私は今回八百屋さんのものを使ってみて、とっても満足度が高かったので、ぜひ皆さんとこの情報を共有したいなと思いました。次回はね、スーパーのも試してみたいなと思っています。スーパーのものを試したらまたその時はまた別の動画作るかもしれないです。ということで、今回ゲットしたもの持ってきますね。なんだこれ、すっごい重いんですよ。これ測ったらね、10キロぐらいありました。この容器を合わせて10キロぐらいなので、9.5 キロぐらいは確実にあると思います。すごいでしょ、この量すごい重いんですよ。で、これまだね、私も分解して中までよく見ていないので、上にあるのはよく見えてるんですけど、中の方に何が あるのかってまだちゃんと見ていないので、これビデオを撮りながら片付けていきたいと思います。これでお値段は5ユーロでした。日本円で言うと、約700円ですよね。で、アプリで予約をしてお店に取りに行ったら、もうさらに最初にあらかじめ用意されていました。で、これ測ってみたら10キロ、この容器入れて10キロなので、9.9 キロ以上はあると思うんですけど、そうすると、1キロあたり、50セント60セントぐらいなんですね。で、こちらの相場、今お野菜は最低でも1ユーロ、1キロ1ユーロで、それもかなり安い方で1キロ1ユーロなので、その半額ということになるとかなりお得だということになります。しかもこういうペペロンチーニ、赤唐辛子とかも入ってますので、これから中身何が入っているのかじっくり見ていきましょう。まず桃がね、結構たくさん入ってます。4つ、あ、もっと5つだ、5つ入ってます。結構ね、これ美味しそうな桃です。ちょっとこの傷んでる部分があるんですよね。それでこのカゴの中に入ったんだと思います。ちょっとね、こうやって傷んでて売り物にならないなという感じなので、でもね、美味しそうな桃です。とっても美味しそうな桃なので、これ今日傷んでる部分を除いて全部マチェドニアにしたいと思います。マチェドニアっていうのは果物を1センチ角ぐらいに全部刻んで、いろんな果物をミックスで和えるものなんですね。で、ここに梨、西洋梨とかもあるので、ちょっとこう傷んだ部分がありますけど、まだまだ美味しく食べれる部分はたくさん残ってますので、マチェドニアにしたいと思います。梨も5個入ってました。ということで、これはマチェドニアに決定。それからバナナですね。そんなにこれまだまだ美味しく食べれるバナナだと思います。そして人参結構たくさんありますね。人参はかなりこれ長持ちするので、冷蔵庫に入れておけば
大丈夫だと思います。まだまだこれは長持ちすると思うので、人参もこれだけありました。人参まだそんなに全然傷んでるっていう感じもしないですし、まだまだ大丈夫そうなので、これも冷蔵庫に保管できると思います。あとトマトもほらこんな感じでちょっと傷んでるものが結構ありますね。でも美味しそうなトマトです。トマト、まあ、これ1キロ50セントぐらいだって考えれば、まあ傷んでる部分があっても全然 OK っていう感じですね。こういうトマトはね、あのスーパーとかで買うと1キロ2ユーロぐらいするので。あとナスですね。ナスはちょっとしなびかけてきてるものが多いのかな。ちょっとあの張りがなくなってきてるようなものが多い感じですね。ナスいっぱいあります。でもこれも全然こうちょっとぐらいしなびていてもまだ美味しく食べれると思うので、また大至急ナスの料理を考えたいと思います。ナスですね。これナス結構たくさん入ってます。このこういう丸いタイプのナスもあります。あ、ナスがすごいたくさんあるこれもナス、全部ナスですね。ナスの酢漬けまた作ろうかな。あと明日とかナスのパスタになりそうです。あ、ナスがすごいなナスの量がすごい。あとズッキーニ、あ、ズッキーニはこれ結構綺麗ですね。ちょっと形がいびつなズッキーニですけど、ズッキーニはまだまだしなびてないし、まだまだ新鮮な感じです。あと赤キャベツですね。これはどうしようかな。あのサラダに細かく切ってサラダとして食べても美味しいですよね。これもとっても体にいいお野菜なので、嬉しいです。あとペペローニ、パプリカですね。あ、ちょっとここが傷んでますね。ここが傷んでるんだけど、ここを除けば全然大丈夫だと思います。トマト、そしてこれはフィノッキオっていう、なんだっけ、フェンネルっていうお野菜なんですけど、これも薄く切ってサラダに入れるととても美味しいです。それからこれね、チコリアっていう、ちょっと日本語でなんていうのかわからないお野菜なんですけど、あのこれもあります。これは結構新鮮ですね。大丈夫そうです。あとこれは何だろう、これはビエトラかな。これもちょっと日本語でなんていうお野菜なのかわからないんですけど、これ至急あのまた茹でておきたいと思います。こんな感じですね。ちょっとナスがねすごい量多いですね。ナスしなびかけているので至急処理しないといけないと思うんですね。まあ、これからちょっとあの酢漬けを作ったりだとか、今晩あのエアフライヤーでナスのスティック作ろうかなと思います。パプリカもあるからカポナータとか作ろうかな。ちょっと後でいろいろ考えてみます。こんな感じでした。今回はこんな感じでした。どうでしょうか皆さん。これも5ユーロ、まあ、約日本円で700円でゲットしました。で、1キロあたり、まあ、50セント60セントって考えるとかなりお安いと思います。ただ問題は時間があるときに買うのでないと処理を一度にしなければいけないので難しいなと思いました。まあ、全然処理しなくていいものとかもあるんですけどね。例えばペペロンチーニなんか、これだけ赤唐辛子がこれだけ入っていて、これはもうそのままあの乾燥させてもいいと思うので、これなんか本当にあの重宝すると思うんですけど、こういうものは全然大丈夫ですし、あと結構ズッキーニなんかも割と新鮮だったし、桃なんかもあの一部傷んでいる部分を除けばそれほど古くなっているものではなかったので、桃とかトマトも一部傷んでいる部分を除けばあの全然大丈夫なものばかりだったのであのいいんですけど、まあ、今回ナスがすごくたくさんあるので、まあ、至急ナスを処理しなければいけないっていうので、これからちょっといろいろやろうと思うんですけど、まあ、時間があればとってもいいお買い物だと思います。ということで、まあ次回はスーパーマーケットも試してみたいなと思っています。スーパーマーケットではなんかね、お肉なんかの詰め合わせがあるようで、まあそれも一度試してみて、今後も使っていくかどうか、今後も取り入れていくかどうか検討したいなと思っています。ということで、今回はこちらのお野菜のご紹介でした。Too Good To Go というアプリでゲットした5ユーロのお野菜の紹介でした。面白かったら高評価ボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。はい。早速フルーツのマチェドニアを作りました。
入れたものは、そう痛みそうになっていた桃ですね。これは黄色いタイプのものと白いタイプのものと両方ありました。それからバナナ1本と洋梨に2つだったかな、それも痛みそうになっている部分を除いて入れました。それから干しぶどうを加えて、そしてレモン汁と蜂蜜、普通はお砂糖で作るんですけど今回は蜂蜜で作ってみました。それからシナモンパウダーを入れてみました。こんな感じで美味しそうなマチェドニアが出来上がりました。冷蔵庫で冷やしておきます。これから夕飯なんですけど、ナスのスティック作りました。これは以前にズッキーニのスティック作ったのと同じやり方で作りました。これとっても簡単で美味しいので便利です。そしてフライパンでナスの炒め物を作りました。これもね、似たようなレシピをすでにご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますね。でこの状態にしておけば冷蔵庫に入れておいて冷えても美味しくいただけるので、これで、保存しようと思いました。それでね、まだねこんだけ残ってるんですね。まだこれだけ残ってるんですよ。でどうしようかなと思ったんですけど、ナスのパルミジャーナっていうね、以前もご紹介したレシピがあるんですけど、それも久しぶりに作ろうと思います。で作っておいてその状態で冷凍しようかと思います。今の時期はねちょっとナスのパルミジャーナ熱いので、作っておいて冷凍しようと思います。ナスのパルミジャーナを作ればこれは全部消費できると思います。もうねしばらく長持ちしそうなお野菜は全部野菜室に入れたら野菜室いっぱいになってしまったんですね。なのでなんとかナスは全部処理しようと思って工夫したらこんな感じになりました。ということでご視聴ありがとうございました。